ずだったっけな。パパのお嫁さんになる、そう言って離れなかった。あの日いつだったっけな。ママには内緒だよって、食べれないご飯代わりに食べてくれてたね。あの日懐かしいね。そんな日々が遥か昔に思えて、でも今言えるよ、幸せです。二人みたいな夫婦になるから。大切に